キレスさん入ります。お願いします。おはようございます。おはようございます。失礼します。スター・オブ・ザ・スターズ浮世英さんにインタビューできるなんて本当に光栄です。ありがとうございます。スター・オブ・ザ・スターズ・オブ・ザ・スターズです。まあみんなの応援あっての俺なんで当然のことです。何でも聞いてください。普段はどんな生活してるんでしょうか。最近は別荘を建てました。ガツンと一軒家。あ、見てくださいました。職人さんが細かいこだわりも実現してくれててお気に入りなんです。朝は日本茶をたしなみながら、どちらかというと米派です。今朝は稲荷寿司を、父の手作りなんですよ。その後は今日のようにインタビュー、雑誌の撮影、テレビの収録があります。夜はどちらかというと外食が多いですね。昨日はミシュラン一つ星のお蕎麦を食べました。皆さん気になっているので質問させていただきますが、エイスさんはどんな女性がタイプなんでしょうか。それはもちろん応援してくださっているファンの皆さんが大切です。会いたい人はいますが、それは内緒です。エイスさんに会いたいと言われるとすごく気になります。もしかしたらこの取材で届くかもしれませんよ。俺はここにいるよ。セレブインフルエンサーの鞍馬玲乃さんと2人でいたという目撃情報もありますが、一体どういうご関係なんでしょうか。あ、すいません、今日その質問はちょっといいよ、何でも答えるって言ったから。仲のいい友達ですよ。配信のコツとか教えてもらったりして。最近のビッグニュースはありますでしょうか。そうですね、いつもやってるゲームが急に仕様変更ってのかな。なかなか攻略が難しいっていうか、ついつい熱中しちゃいましたね。最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。俺の人生はこれからもハイライトだ。見逃すなよ。エイさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ヘルキューさん、本日これで以上になります。お疲れ様でした。今日は特別に俺たちのサプライズムーブちょっとだけ見ていけよ。何者かによって世界を作り変えられた可能性がある。どういう意味だ。君たちも最終戦に招待しよう。さあ始めよう、世界を作り変えるゲーム。変身。何があってもゲームクリアは譲れない。この戦いに正義はない。お前何者だ。さて誰の願いが叶うかしら。俺の家族に手を出すな。ここからがハイライトだ。姉ちゃん元気に。仮面ライダーキーツリバイスムービーバトルロワイヤル。おはよう。よろしくお願いします。 いいかな、座って。ちょっと待って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 。朝は日本茶をたたーたかす。頑張ってさ。それはもちろん応援して。あーがやばい。ちょっとやばい。